六音寺は、岐阜県美濃市立花にある臨済宗明真寺派の寺院。三号はザ山。美濃三十三観音二番札所である。天台宗の僧侶、里シ屋商人により、ザ山大秘院として開かれる。三号は、里シ屋商人が日葬した際に訪れた、ザ山霊院寺にちなんでいる。九条街道の地蔵坂峠に立つ、地蔵堂は、道に掲げられていた半額に、 王朝元年の混流とある。現存する地蔵堂は室町時代の混流で、その形状から通称六角堂と呼ばれ、美のし最古の建築物である。中世の貴重な建造物として国の重要文化財に指定されている。道内に安置されている地蔵菩薩像は室町時代作で岐阜県指定文化財である。その後自運が衰え荒廃していたが、 美野市清康寺六世密、岩尾省が上京二年に再興し、官方二年寺号を六音寺と改めた。大正五年、山上にあった観音像が山腹の六音寺に設けられた観音堂に移される。地蔵道村の形状から通称を六角堂と称する。地名を冠して立花六角堂とも、平田武器、寄せ胸作りで王朝元年に平匠、 藤原宗康によって建てられた。収められている木造地蔵菩薩像は、養老三年隊長による造作と伝承されているが、図紙とともに、前述の通り、室町時代の造建と考えられている。岐阜県重要文化財に指定されている円空作の天武像も収められていたが、平成28年12月25日に盗難に、あって失われた。本尊聖観音菩薩は、 聖徳大使作と伝わるが、実際には、鎌倉時代から室町時代にかけての造作とみられる、岐阜県の重要文化財である、古来路山観音として、信仰の対象となっている。ありがとうございます。